すすきだざんうんすすきだざんうん1月27日から1956年3月27日は日本の小説家、ジャーナリスト、電気作品を多く残した。本名は、定刑。青森県弘前町増津町出身。1895年に青森県人城中学校を経て、1899年に東京専門学校文学科専科を卒業。 京成日報記者を経て、早稲田大学出版部編集委員となる。1917年には、衆議院議員、野田宇太郎、東山光司死で、法学博士の田尻根次郎らの組織した、大民団、大民クラブに加わり山田三七郎と共に、運営本部の任に当たった。作家としては、デビュー当初は、自然主義の影響下にある小説、戯曲、 随筆などを発表していたが、徐々に、関心のメインは電気などへ移っていった。代表作として、中学時代からの友人でもあった、柔道家、前田高生の世界武者修行の様子を描いた、世界王皇柔道武者修行などがある。また、アントン・チェーホフの、国威の僧や、ヘンリー・レベレージのミステリー小説、囁ささく伝染などの翻訳も行っていたほか、押川春道の代筆なども言っている。 ありがとうございます。